こんにちは。本日は2021年の2月の28日日曜日です。ここは東海道本線の品川駅で、ただいま映っている特急踊り子114号に乗ります。我孫子行きの電車。今まで踊り子号はたくさん、東京行き、また、伊豆急方面だと、伊豆急下田、そして、それ以外は修善寺行きとかで運行されていますが、実はこの、1日1本と、もう本当に週に1本ぐらいの、臨時列車だと思いますが、その電車だけ常磐線に直通する列車が今まで設定をされていました。ですが本日2021年の2月の28日をもちまして、この、通称千葉踊り子として有名だった踊り子114号、常磐線に乗り入れる列車は、その営業列車として幕を閉じることになります。2013年か14年に上野東京ラインが開通し、常磐線の快速列車や特急列車などは上野止まりではなく、ほとんどの電車が品川止まりになりました。また新橋や東京といった途中駅の需要も大きく変わり、今まで東京止まりになっていた東海道本線の電車が、例えば宇都宮線の宇都宮、そしてその先黒磯とか、また高崎線になりますと前橋方面への足を伸ばすような長距離列車まで復活をしたのです。最近では、相鉄直通線など首都圏への電車はとても複雑になっていきました。ですがやっぱり踊り子号や東海道本線の特急など、そういうふうな電車はほとんどが東京止まりとして設定をされていましたが、このほど、東海道本線と宇都宮線、高崎線、常磐線との直通運転が開始されることに伴い、その時に踊り子号が我孫子まで伸ばすようなことになったわけです。多分そうだと思いますけどね、私のほとんどの推測ですが、多分そういう風な経緯でこの成り立ちで運行されているものだと思います。今までは見られなかった新しい路線、上野東京ラインの線路をたどって、間もなく列車は上野に着きます。上野は北の玄関口、東北方面や信州方面に足を伸ばす時には必ず上野は通らなければなりません。今では湘南新宿ラインなどが多数新宿から発着をしているものですが、昔は上野付近で全てを上野を起点とする電車が全部設定をされていたということが、やっぱり頭の中にこの国鉄車両に乗っていると残ってしまうものです。この列車が最終列車ということもあって、たくさんの鉄道マニアの方々がやっぱり上野付近とかからは乗ってくるというのがちらほら見られました。やっぱり東京から先、踊り子号が北の方面に走るっていうのはほとんどありませんからね、唯一言うのであれば2020年の2月ぐらいまでは走っていたスーパービュー踊り子号、こちらが2月になると大宮発着の便が臨時で設定をされており、途中池袋までは定期列車と同じようなダイヤで走り、その後回送列車のやつを臨時列車化し、そして終点の大宮まで運行していたということがありますが、まあその電車も最終列車とかはなんか結構混んでいたという話を聞きます。それと同じように大宮の埼玉のスーパービュー踊り子号と千葉に走っている千葉踊り子号、どちらも各地の方面と伊豆方面を結ぶような重要な列車だったと思います。またこの編成もとても国鉄車両として、堂々たる編成であり、車両数としては7両編成と少々短いものでありますが、国鉄時代から受け継がれてきた座席などがたくさん残っている編成でもあります。列車は北千住に到着。ここではたくさんのお客さんが降りられてきました。多分一般のお客さんだと思いますが、北千住って意外に使えるんですよね。つくばエクスプレスと、東武スカイツリーラインとか、埼玉県方面に多分春日部とかにお住まいの方だったら、多分北千住で乗り換えた方が大宮から東武線で春日部まで行くより早いんじゃないんですかね。かなりお客さんとしては少なくなっていきましたが、逆に北千住の方からまた鉄道マニアが乗ってくると、そういうこともありましたね。ほとんど満席に近いような状態でした。私が切符を購入したのは1日前の前日に購入をしたんですが、
その時には残念ながらグリーン車は埋まっており、品川阿鼻子間で乗車することをもともと考えていましたので、あだったらまああの通路側の普通車でもいいやと思って調べてみたところ、1個だけ窓側の空席があったので、まあ、それに、しようということで、今回はその一席に、購入してですね、乗っているということになっています。列車は上野から常磐快速線で走っております。北千住を出ましたので、次の停車駅は松戸なんですが、その区間は結構距離として長いので、やっぱりほぼトップスピードで臨時の特急列車といえど走っていきます。なかなかこの辺は快走な走りでとても気持ちよかったことを思い出します。やっぱり鉄道マニアとしては、ちんたらちんたら走るような鈍行の列車よりも、こういう風にかっこよく高速で特急列車が走っていく方がやっぱり乗り応えもありますし、なんだか気持ちいいような旅をしているような気分にもなります。列車は松戸を出発、その次の停車駅は常磐線快速電車と同じように柏に停まります。柏の次は終点阿鼻子の順に停車し、なかなかですね、まあ、この辺とかも活発に快走に走っていくっていうのが面白いですね。常磐線の各駅停車の方にも小田急の電車が走るようになり始めましたので、今までとは見て変わってですね、たくさんの他社線の車両を見ることができます。国鉄時代から見る小田急線の車両、小田原とかでも遭遇するような小田急線の車両がここの茨城県付近まで走っているというのがとても面白いことです。やっぱりこういう風に東京は複雑な路線も持っているんだなということも、改めてこの特急の踊り子号の最終列車の車内で思い出したことにします。列車は柏に到着、柏でもたくさんの鉄道マニアが出迎えていましたね。ここでびっくりしたことに、柏まで切符を持っていたお隣の通路側に座っていたお客さん、これが降りていかれたんですが、その後また違うお客さんが私のお隣になって、もうさすがにいないだろうと思ったら、この一区間で乗るのかよと思ってびっくりしていましたが、まあそれにもともかく、列車は最終目的地阿鼻子へ向けてもう一走りしていきます。常磐線快速の長い15両編成、こちら特急の踊り子といえど7両編成での小さい編成での運転です。なかなか7両編成しかこの辺を走るのは本当にレアな光景ですから、これを見ているだけで、なんだあの列車はというふうにたくさんの人たちが思うのでしょう。列車は終点の阿鼻子に到着、車掌さんがご厚意によりたくさんの車内チャイムを聞かせていただいてですね、久しぶりに185系から流れる日立チャイムやビューチャイムなどを録音することができましたので、まあ、それはまた別の動画で出したいと思いますので、よろしくお願いします。それかこの音声の中に入ってるかもしれませんのでね、まあでも私のボイスで結構書き消されてることが多いと思いますので、また本当に別の動画にして再アップしたいと思います。特急阿鼻子の餅、ここに阿鼻子が出るなんて最初は思ってもいませんでした。踊り子号は全てが特急、そして東京を発着するような車両だというふうに小さい頃から思っていたのです。それを覆したこの上野東京ライン開通によって発生した阿鼻子始発の千葉踊り子号、これで残念ながら運行終了しますが、こういうふうな電車がまた臨時で走ってくれることを祈り、今回は動画を締めたいと思います。さよなら千葉踊り子、そして皆さんご視聴ありがとうございました。